エスパルスが前線にロングボールを送りカウンターを仕掛けるこの場面、アントラーズゴールキーパー曽我畑仁が果敢に飛び出しボールをタッチラインの外に蹴り出します。そのままボールを追いかける曽我畑、ボールを抱えて相手選手から逃走しボールを放り投げてしまいます。これにはエスパルスの選手が抗議、会場からも大ブーイングが沸き起こります。主審は曽我畑にイエローカードを提示、素早くリスタートされると決定機になりかねない場面でしたが、曽我畑のとっさの判断でピンチを免れました。